この動画は声真似要素を含みます。ご理解いただける方のみご視聴ください。わあ、なんだかとっても綺麗な場所に来ちゃった。なんだここ、また変なところに連れてこられたぞ。おや、黒川さんがいませんね。皆さん、カムラの里へようこそ。今回はモンスターハンターライズの世界でサバイバルをしてもらいます。おい、クロちゃんはどうしたんだ。クロちゃんはコロナで欠席です。彼もやはり普通の人間でしたか。というわけで今回はこの3人で頑張ってもらいますよ。 OK、 クロちゃんが元気になったらいっぱい罠にかけれるようにローラいろいろ勉強しとこっと。ねえ、そうですね。しびれるものや毒になるものがあるようなので、クロちゃんのために取っておきましょう。どうしてだよ。今回のクエストは寒冷群島のかまいたち、おさいづち一頭の狩猟だよ。わかりました。また命がけか。命がけのことをする前にお団子食べてこう。カイジさん、お金がないから食べられないんですか。安いのしか選べれ。カイジ、金欠。カイジさん、無銭飲食はダメですよ。ちゃんと払ったよ。出発する。一狩り参りましょう。ハザーさん、何の武器使ってるの。私は竹刀ですね。カイジさんは体験を使っているの。当たれば攻撃力でかそうだからな。マジックタバレ。戦っていいの。ねえ、戦って大丈夫です。こいつが今回の目的のモンスターです。あ、そうなんだ。彼は引いたようですね。あ、蜂蜜あった。何、採取してる場合じゃないですよ。つい蜂蜜を見ると取りたくなっちゃうよ。カイジさんが吹き飛んでいきました。見つけた。当たれ。どう、一発逆転できそう。できなさそう。スターバーストストリーム。当たってない。カイジさんがどんどん先に行ってますね。一人でもやれるぜって感じなの。どんだけ命がけをかけてきたと思ってるんだ。仲間で協力せずに一人の力で打開してきたから。じゃあ我々は遠くで見てましょうか。どうしてだよ、助けろよ。当たらねえ。ローラ、それ見ちゃった。見るんじゃねえ。ハンザーさんだけ装備がみんなと違うけど、ちょっと強いの、ね、それって。俺は金の力です。金さえあれば何でもできるんです。じゃあ金よこせ。カイジさんは最低武器で戦い続けてください。縛りプレイです。どうしてだよ。本作のボスモンスターまではその初期装備でやってください。でこの盤面で引いてるのでひよってます。ひよってるやつおる。あいつがまさにひよってます。気をつけて。ちょっとこれでナレーション入れてもらわないと。カイジ吹っ飛ぶって。カイジ吹っ飛ぶ。吹っ飛んだ。では全員に吹っ飛んでいただきましょう。動けない。What the fuck? モンスター。今のは何？さて何でしょうね。当たれ！あ、ちょっと。え、今爆発したの？何があったんでしょうね。あ、また爆発した。なんか味方に攻撃されてる気がする。そんなことがあったんですか？やだな。怖いですね。死んじまうよ、ハンターさん。やっぱり今回クロちゃんがコロナで欠席だから、我々としては一人分の戦力ダウンと考えてもいいのかもしれません。でもね、クロちゃんね、さっきエイピックスしてたよ。あの野郎、許さねえ。だいぶ言われましたね。ローラたちもあとちょっとで落ちちゃうけど。あ、なんかハンザーさん操縦してる。すごいの乗ってるんだけど。すごい、ハンザーさん優秀。大丈夫です。あっ、オッケーです。ざっとこんなもんですね。クエストクリアできた。これがモンスターハンターの世界か。真夜中のクルリアックだって。これ人にフレンドリーファイヤーするの。当たってんだよ。痛い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 よ。なんでやっぱり頼りになるハンザーさんについていかなきゃ。そっちはお柱なんだよ。だから何だってんですか。なんで俺は考えて行動してるのに何も褒められないんだよ。いました、クルル役。ハンザーさんの方がちゃんと見つけてよ。なまってたんだよ、道。当たれ。どう、当たった。あ、見た。カジしちゃったの。博打は向いてないよ、カイジさん。ちょっと皆さんいいですか。オムレチョコマカト、くちばしの攻撃が結構痛いね。
そうですね、彼の唯一の長所なので。今の何？爆弾を置きましたって書いてあるよ。バカだ二人とも吹っ飛んでる。もう一度だ、スターバーストストリーム。疲れてますね、こいつ。この何もやっていないぼーっとしているときにたくさん、あ、V 破壊。頭潰した。ナイス。カイジさん頑張って、ここで見てるから。なんでだよ、戦ってくれよ水の呼吸、七の体、竜竜舞。流行りに乗ってる。やられてんじゃねえかよ。カイジさんなんか技あるの？技だ、何があるだろう。月が天章を外した。月が天章を外しちゃったの？それあなたのじゃないでしょ。いけ、月が天章外した。当たった。どっち？救助入った。あれ、なんか違うのいない？彼らが当たるのを見てみましょう。高みの見物だ。ローラさん乗れますよ。おお、すごい、かっこいい。あとはそいつをこいつとぶつけてください。それの強攻撃とフィニッシャーを決めれば結構100ちょいぐらい入ります。フィニッシャー、なんか大きすぎて見えないね、うまく。あ、落ちた。こんなシステムが今作の特徴ですね。面白い。月が天章当たる。外した。どれだけ外すの？久保太斗先生に謝ってください。おお、ナイス。すがすがしい。だいぶテンポよくできたんじゃないでしょうか。次はクロちゃんも一緒にやって、クロちゃんにはあのローラたちみんなでハンダーさんがやってた爆発しよう。ねえ、ちなみに私あのしびれ肉はできたので、クロちゃんに食べてもらう準備は万端です。 OK。 あ、カイジさん、お前ら考えたことえげつねえなあ、やっぱりカイジさん今止めようとしたとこだよもうカイジさん何にも言わないから、あ、今回の常識人は誰もいないのかなって思っちゃった。あれ、なんかハンザさんまた変わってない？装備がなんか派手な鳥みたいになってる。私は常にファッショナブルの最先端を見ています。それも金に物を言わせたの？もちろんです。金が全てです。